トレーニングお疲れ様です。バズーカ岡田です。今日もですねミオジムを私がジャックしております。何のことか分かんない方は前回の動画を見ていただければと思います。ミオさんが今年4年ぶりに大会に復帰するということで私が筋肉パトロールをしているということです。はい、まあ、これすごいことでねまだ減量が始まってない、要は体脂肪が乗ってて、はい、まあ、これまでね一生懸命トレーニングして筋肉をつけて、筋肉つけるために体脂肪がつくことも厭わずに食べて、でここから筋肉を残して体脂肪だけ削る女子肪という期間に入る。だから今は体脂肪が結構ついてて見てもらいたくない体ですよね。はい、そうです。それを見てくれと言ってくる超ヤバい人だということなんですけど、これでも本当大事なことでね、客観的に見てもらうのは嫌なんですけど、そこから逃げずに向き合うっていうのはねすごくいいことなんで、さすがだなと思っております。ありがとうございます。はい、じゃあやっていきますか。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ見てる人わかんないと思うんですけど、ポージングをねして順位競うものなんで、はい、これを見てね今どういう状態にあるかってチェックをするということなんで、いきなり服を脱ぎ始めると思いますけどもやばい人ではない、はい、じゃあよろしくお願いいたします。はい、正直言うとうまく増量ができてないんですよ。あー、なるほど。食べてるんですけど、うん、減ってしまう。多分追いついてないんですよ、単純に食べる量が。もっと本当は乗ってていいはずなんですけど、うん、確かにそんなに乗ってないですね。っていうのもあって、はいはい、減量期間を長めに持つというか、はい、増量をまだゆるゆるしつつ調整しながらっていう風な感じ。これでもね結構大事なことで、僕もそうなんですけど、増量がしっかりできない、トレーニングもまあなかなか忙しくできないじゃないですか。でもやっぱ減量に入ると頑張ってトレーニングするじゃないですか、うん、そこで減量食をきちっと食べるようになると下手したら増量期よりもカロリー取るんですよ。で筋トレも増量期よりも実は頑張れちゃって筋肉戻る時期があるんですよ。だからねこれは最初の 1,2 ヶ月はね筋肉戻ると思いますよ。本当ですか？戻る。いや僕も今そう思ってます。4月からもうちょっと頑張ってやろうと思ってるんですけど、減量6月ぐらいからですけど多分戻りますね。絶対そういうスイッチが入る。わかりました。なので減量始まっても最初はね体重落ちなくても筋肉増えて体脂肪減ってるから大丈夫ですよ。わかりました。はい、じゃということで、はい、チェックしていきましょうか。はい、じゃあフロントポーズいきましょうか。フロントポーズ、フロントスタンスポーズ。はい、はい、なるほど。はい、サイドポーズいきましょうか。サイドポーズ、はい。あ、やっぱ上半身がすごいですね。はいはい、じゃあバックいきましょう。はい、なるほど。はい、じゃあまた反対いきます。はい、うん、OK です。じゃあ見てる人分かんないと思うんでちょっと説明すると、じゃあフロントポーズちょっと取っていただいて、はいはい、まあ、この時ね大事なのがこう砂時計体型っていうのがねこのビキニ競技では大事なんですよね。だウエストがくびれてて上半身が大きくて足にもね筋肉がついているという状態を目指すんですが、まあ、上半身やっぱりすごくボリュームがあってこの幅もいいですよね。で脇の広がりもいいからウエストもくびれて見えるんじゃないかなというふうに思います。はい、じゃあサイドもう一回いきましょうか。はい、サイドも同じでねこういう砂時計の形を目指していくんですけども、ここだとね足のこう厚みとかお尻のこう丸みっていうのも評価がしやすくなるポジションなんで、上半身がすごく強い、充実してるんですよね。厚みも幅もいいと思います。密度も高いと思います。まあ、ベンチプレスも強いですしね。そうすると逆にここが弱く見えるっていう、まあ、相対的なものなんですよ。上が強いから下が弱く見える。なるほど、はい、ということだと思います。はいはい、で結局ねバランスを整えたらいいんですよ。なるほど。だからどこかだけ伸ばし続けるとどこかだけ弱くあり続けるからダメなんですよ。だからこいつを少し止めてバランス的に弱いところを上げた方が完成度上がるんですよ。ただ上半身が強いから他が弱い方に見えるっていうパターン。もうヒョロヒョロに見えてしまって。強いですよ、上が。強いですか？強いと思います。すごいね、厚みとかがやっぱりありますよね。強いから体として。なるほど。はい、でバックいきましょうか。はい、バック。バックはね今はこのレギンスですけど、まあ、大会当日はこうビキニ履きますから、はい、もっとねお尻とハムストリングって最も体脂肪がつきやすいパーツが見えてきます。形としてはねこのやっぱり逆三角形砂時計を目指していくっていうことで、上半身はしっかりとね広がりもいいし厚みもいい、絞ってくればここら辺がボコボコしてくると思いますから、はい、あとはだからこれに上半身に見合うやっぱりお尻をつけていくっていうことじゃないかなというふうに思います。まあ、こんな感じで説明としては大丈夫ですかね。はい、 OK です。なるほど、ちょっと新しかったです。はい、確かに下半身は足りないんですよ、自分でも分かってるんですけど、うん、上が強いから下が弱く、コントラストでより弱く見えてしまうっていう感覚がちょっと私の中の感覚としてなかったので、大会に出る人は当たり前のようにしていかなければいけない、うん、でもダイエットしてる方々、普通の方々ってそういう視点があんまないと思うんですけど、うん、体重とかはもちろん大事なんですけど、やっぱ個人の骨格に合った筋肉をバランスよくつけるっていうのがやっぱ美しさを作るためにすごい大事 でボディービルとか審査される競技ですけど、体の形で、うん、私なんかは本当にそれでバランスをいかに保って改善していくかっていうことに腐心して順位を上げていってる方なんですよ。だからもうほっとくとね足なんかいっぱいついちゃうんですよ。えー、
そう、足とか背中がいっぱいついちゃうんですよ。で普通の人は足とか背中ってなかなかつかないけど、もう私なんかそういう体質もあってすげえついちゃうんですよ。これなんか今もうほとんどやってない。やばいですよ。やってないですよ。だから足をちょっとやらずに上半身の頻度を上げるんですよ。それでバランスを無理やり取っていくんですよ。なるほど。でトレーニングの頻度って考えるとバランス悪いんですよ。足の頻度が低くて上半身高いから。でも出来上がる体はバランスいいんですよ。やっぱり人によってつきにくいつきやすいっていうのはありますだから分割法って言って、例えばね上半身下半身で分けるとかやってる人もいると思いますし、あとはもっと分けるね、腕とか肩とか胸とか足とか、これ均等に分けていくと均等な体ができると思い込んでるだけで出来上がらないんですよ。でこれ結構上半身強いと思うんで、よく考えてルーティンを作っていくと個体としての完成度が上がるんですよ。それが大事なん でやっぱり、まあ、オンリーワンの美しさをね作っていくってことですよ。そうですね。だって骨格は一つだから。なのでみんなと同じことやってても同じところに行かない、うん、いや本当に深いです。参考になったでしょうか。参考になりました、はいはい、ということで足をね強化していくとよりバランスが整うだろうということで、足のトレーニングの実技をやれればと思います、はい、お願いいたします、はい、ということでトレーニングいってらっしゃい。トレーニングお疲れ様でした。